はい、皆さんこんにちは、太田優衣です。さて今日はですね、何をやるかと言いますと、久しぶりのジブリ飯を作りたいと思います。太田優衣チャンネルはそもそもジブリ飯から始まったので、もう本当に早々期の頃を見てくださってた方は、いろんな私の黒歴史をご覧いただいてると思うんですけど、その中でも2個目くらいの動画で投稿したニシンとカボチャのパイ、皆様覚えてらっしゃるでございましょうか。当時はさ、もうあの時の私の動画覚えてくださってる方いますか？ひどいもんよ本当に。前のね、あのニシンとカボチャのパイは、あの完成予想図はこんな感じだったんだけど、マジできたのがね、なんかシーラカンスの化石みたいなのができたの自分でもびっくりしたもんね。でもちょっと今回は前回の反省も踏まえつつ、しかもちょっとね、味もアレンジして簡単で美味しく、あのレシピもね作り直してみましたので、あの今回はね、皆さんにもちょっと真似していただきやすいレシピになってると思いますまあ不安は拭えない気持ちはあるが、というわけでね、まあいろいろありますけれども、早速作ってみたいと思います。それでは行ってみよう。では作っていきたいと思います。材料はね、こんな感じです。前回はね、ホワイトソースも牛乳とかから作っていたんですけど、今回は簡単にしたいのでホワイトソースを作りたいと思います。で、かぼちゃはできるだけ甘いものを使いたかったので、エメラルかぼちゃっていう北海道の、あの甘みが強いねかぼちゃを買ってきました。で、あと玉ねぎとかこのぶなしめじとかは、かぼちゃとか魚にもすごく合いやすい食材なので買ってきたのと、で、パイシートでね、1個ね足らない食材があるんですけど、あのニシンがねまだ届いてないんです。ニシンがねまだ届いてないんですっていうのも、あの私一昨日ぐらいに注文して、で午前中にね、ニシン届きますよってメールが来てたんだけど、今もうね12時過ぎてるんだけど届いてなくて飯塚へニシン。でか、まあ多分ニシンが届くまで、もう少し時間がかかると思うんですけど、準備するのにも結構時間がかかるので、先にねそっちを進めておきたいと思います。じゃあまずはこちらのかぼちゃをね、まずはレンジでふかしていきたいと思います。まずは綿を取ります。かぼちゃ全部茹でといたら食べるから、お鍋で茹でちゃおうかな。はあ、ほんとかぼちゃっていつも切り方迷うよし、切れた。はい、こんな感じでかぼちゃを茹でていきます。このまま柔らかくなるまで煮込めましょう。で、このかぼちゃを茹でてる間に他の野菜を切ろう。切っとけばさ、届いた時すぐできるしね。でも前回のね、ニシンとかぼちゃのパイも味はすごく美味しくって、劇中の中ではさ、お孫さんがさ、私これあまり好きじゃないんだよねみたいなことを言ってますが、意外とね美味しいんですよ本当にね。これからクリスマスとかそういうシーズンに、みんなで食べてもらいたいような美味しいルーになってるんですよ。はい、今かぼちゃがだいぶ柔らかくなりました。大丈夫そうですね。わあ、めっちゃ美味しそう。味見したい。いっぱい入れちゃおうっと。そしたらこれを皮を外していきましょう。皮以外のところがつかないようにしつつ、そしたらこれをフォークで潰します。結構柔らかめに茹でといた方が潰しやすいかも。で、こっちの皮はね、この私が使った褒められかぼちゃっていうのがすごい甘みが強くって、砂糖とかで味付けしなくても甘いんです。さつまいもみたいな感じなんですけど、なのでこの、ね、皮だけで食べてめっちゃ美味しい。うん、本当に美味しいわ。ほんとさつまいもみたい。多分前回は
皮ごと潰してやったんですけど、ちょっとねボソボソ感が残ってたので、今回ちょっと外してやってみようと思って皮取ってみました。かぼちゃは皮よく洗えば食べれるから。うん、うん、あーやっと届いたわ、すごい立派、綺麗。今や高級魚のニシンですが、とっても綺麗な脂の乗ったのが届きました。ちょっとね、私この後一回用事があって、また撮影するのが夜になるので、臭みが出ないように内臓だけ取って、また夜ね続きを撮影したいと思います。はい、帰ってきました。昼ご飯にさ、このニシンとかぼちのパイ食べるつもりだったら、もう夜ご飯になっちゃったんだけど、完全に夜ご飯。じゃあ具材をね炒めていきましょう。ここからは火を使います。こうしてフライパンに置いて、で蓋をして、このまま焦げ目がつくまで焼いていきます。はい、だいぶ多分ねいい色になってきたと思うので、ひっくり返してみましょう。オープン。わあ、なんか魚肉ソーセージみたいになってる。なんで？そしたらこの裏返した時に出てきた油はきちんとペーパータオルで取ります。いい音。バターを1かけら入れます。先に玉ねぎ、あー、しめじまだ。飴色になるまで炒めようとは思うんだけどさ、いつになったら飴色になるわけ？大体いつもさ、これぐらいでもうなんか加速して、普通の玉ねぎの状態で大体料理作っちゃうんだけど。いつのことだか思い出してごらん。はい、若干ちょっと茶色くなってきたというか、ちょっとねベージュっぽい感じになりました。パステルカラーでね、このくらいの色も可愛いので、これぐらいでいきたいと思います。ここにぶなしめじ、違う、エリンギ、違う、これなんだっけ、ぶなしめじか、ぶなしめじで絡ませます。そしたらここにかぼちゃも足していきます。で、ここでホワイトソースを入れます。ホワイトソース使い始めると秋って感じがしますね。これでなじませます。よし、これで中に入れる餡は完成です。これで下準備はねほぼ完成です。これにあとは具材の上にパイシートを乗せて完成なんですが、じゃーん、パイシート。これをあとはもうあの映画の通り忠実にお魚の形に切って、それを乗せてオーブンで焼けば完成。でもここからがマジで大事。これがいかにもう作品に忠実に近づけられるかっていうのは本当クオリティが決まるので、頑張るでーす。前回の反省点としては、このね上にパイシート1枚を乗せたんだけど、1枚じゃ包みきれなかったので見た目がよろしくなかったんです。なので今回はパイシートをふんだんに使って作っていきたいと思います。めっちゃうまくなったんですが、すごいよ。やるではないか。うわー、成長してるわ、ほんまに。もう去年の自分に教えてあげたい。あんたうまくなれるんやで言うて、もうちょっと感動ものだよこれ。もう成長ドキュメンタリーよ、ちょっとした。すごいわ。
よし、束もできた。あとはね、様子を見ながら盛り付けていきましょう。まずはここにかぼちゃを引いていきましょう。ポイントとしては本物に近い白いお皿を使ってください。まずは半分入れました。ここにミシンを入れていきます。まんべんなく。そしたらこの上に残りの半分のかぼちゃのあんを乗せていきます。慎重に慎重に。はい、入れました。よし、これでかぶせてみよう。いきます。包み焼きというぐらいだから包んだ方がいいんだよね、多分。これ前回にはこの伸ばす包むという工程なんぞなかったぞ。格段に進化しております。完璧やん。もう完璧なんやけど、すごいよ。でここにパーツを乗せていきます。でこれにもまたハケを塗ります。よし、これに魚を乗せていきます。ドーン。置く。かわいい。できたー、できたー、できました。まだ焼いてないけど、この時点ではだいぶいい感じです。うまくいったことないんだけど。じゃあこれをオーブンに入れて200度で10分焼いていきます。ないですか。ちゃんと包めてるし、魚もめっちゃいい焦げ具合になってるし、ちょっと泣きそう。めっちゃ嬉しい。なんか本当に悲惨だったんですよ。 YouTube 始めたての時やったし、全然うまくいかなくて本当にダメやったんですけど、めっちゃ嬉しい。魔女の宅急便や。なんか今も1年半ぐらいこの YouTube やってきたけど、なんか初めて自分が納得よくジブリ飯作れたかも。食べよう。そんなね、なんかそんなしんみりする感じじゃないからね。うん、めっちゃもったいないけど食べてみましょう。うわー、嬉しい。うわー、美味しそう。中はね、すごくかぼちゃのペーストも柔らかくなって、ちゃんと火が通っております。すごいいい香りがします。食べてみます。いただきます。めちゃくちゃ美味しいんだけど。なんでこんな違う。めっちゃ美味しい。パイは最初はサクッとしてるんですけど、やっぱりそのこの中のかぼちゃと一緒に食べることでしっとりしてくるし、けどほんのり甘みもあってすごく合います。かぼちゃもさ、砂糖で煮込んでないから甘すぎないし、くどくないです。全然なんかパイってすごくおやつのイメージがあるけど、ちゃんと食事として食べれる感じで、魚臭さもなんか前回よりもすごく軽減されてるというか、前はすごいお魚を食べてる感じがあったんですけど、今回はかぼちゃにちょっとふんわりこうお魚の風味がするくらいで、全然嫌な感じじゃないです。なんか全部がちゃんと組み合わさってる感じ。なんか本当に美味しすぎて、今できれば今視聴者さんに本当にね、一口食べてもらいたいぐらい美味しい。めっちゃ変なタイミングだけど、マジで続けててよかったなって思った。ジブリ飯作るのって楽しい。
なんかこの自分の好きなアニメをさ、自分の手で再現して食べれてるって、こんな幸せなことないですよね。こんな独り占めしていいんでしょうか、この幸せを。はい、というわけで今回はリベンジジブリ飯ということで、魔女の宅急便のニシンとかぼちゃのパイを作ってみました。いかがだったでしょうか。いや本当になんか感慨深いというか、すごいいい動画になった気がします。ずっと見守ってきてくださった皆様、ちょっとだけですけど、私は成長しておりました。というわけで今回の動画も楽しかったよとか、美味しそうと思ってくださった方はいいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。またやってみてほしい企画があったら、ぜひ下のコメント欄に書いてください。私全部やめます。というわけで今回もありがとうございました。また次の動画で元気にお会いしましょう。ほんとねー。